今日のベイスターズの先発は高卒2年目の深澤大輔、フレッシュオールスターの出場も決まっています。そんな中で五十幡選手がようやく荒木さん復帰ということになりましたね。そうですね、これはもう、まあ、結果とかではなく、うん、今日からですから、はい、非常に明るい材料ですよね。はい、まあ、ノーアウト2塁3塁まずチャンスで第1打席回ってきたんですが見逃し三振、その後4番のワンボーロンも空振り三振、バット止まりませんでした。そして5番の浅間がセカンドフライに打ち取られてノーアウト2塁3塁のチャンスを生かせなかったファイターズです。今日のファイターズの先発がこちらも高卒2年目の辰光太でしたが、ワンアウトを取った後この勝俣、まあ、これは飛距離出ましたね。あ、非常にねパワフルな打撃でしたね、うん、昨シーズンから投手から野手に変わったという勝俣、今シーズンの第1号でベイスターズが先制します。1対0。そして4回の表のベイスターズ、ワンアウトランナーなしから3番の茅野、そして4番の上皇、まあ、上皇も昨日は猛打賞3安打も放っていましたけれども、その好調ぶりが今日も出ました。そして勝俣の第2打席、これは先ほどよりもさらに甘く入ってしまったというボールですか。まあそうですね、多少甘いですけれども、これを打った勝俣を褒めるべきだと思いますね。はい、今シーズンの第2号2打席連続、今度は3ランホームランで4対0。しかしその後はレンにフォアボール、うん、ちょっとランナーが出てから崩れるというような印象がありましたね。まあ、もともと課題ではありますけれども、うん、まあ、これはもう一つこう練習に、練習してもらいたいと思います。まあ、タツは3回3分の271球、被安打5、4失点、6奪三振という内容でした。そして昨日、まあ、9回に同点に追いつかれてしまったという長谷川武弘なんですが、この今日も、まあ、先頭バッターにフォアボールを与えて、まあ、どうかなと思ったんですが、最後はツーアウト満塁から梶原をセカンドゴロに打ち取りました。深澤がナイスピッチングを続けていました。4回の裏のファイターズ、五十幡のセカンドゴロなんですが、これセカンドライバルが、ね、かなり丁寧に行きましたけれどもね。早かったですね、これね、アウトになりましたが、はい、まあ、これだけ走れているということはこう状態はもう戻ってきているという感じでしょうね。もう大丈夫ですね、体の方はね、うん、そしてツーアウトランナー一塁から、うん、アリゾナだったんですが、ここはサードゴロに倒れてセカンドフォースアウト、しっかりと深澤が失点に行きました。そして昨日入団会見を行ったばかりのファイターズ、ジェームス・マーベル投手ですが、まあ、今日はちょっとコントロールの面であまりこううまく決まりませんでしたね。まあそうですね、まあ、初登板ですから、うん、この後に期待したいと思いますね、今後にね、はい、そしてワンアウトランナー2塁から上皇がライト前にヒットを打ったんですが、今日は20歳の誕生日、ライトの坂口裕太、この返球です。はい、ナイス返球でした。はい、タミヤもよく取りました。しかしその後です、今日は止まらない勝俣敦史、今度はツーアウトランナー二塁から、まあ、ファーストの浅間のミットをかすめるタイムリーヒット、これで5打点目ということになりました。5回の裏のファイターズの攻撃、ツーアウト満塁のチャンスを迎えます。昨日はサインミスがあって、まあ、取り返そうという阿部、左バッターボックスからセンター前ヒット、しかしこの後また勝俣なんですよね。はい、素晴らしい返球でしたね、ランナーは1人帰ったんですが2人目は返さずという勝俣の好送球、まあ、1点止まり5対16回の表もジェームス・マーベルがマウンド上に上がっていましたファイターズです。この回から、まあ、ベイスターズの猛打爆発、ワンアウトランナー2塁3塁から1番の梶原タイムリーヒット6対1、それから続く2番の村川がタイムリーヒット7対1、ここでマーベル投手交代となりました。1回3分の137球、被安打6、5失点という日本でのデビュー戦ということになりました。その後の4人目堀瑞希もこの勢いを止めることができません。まずは茅野にフェンス直撃ツーベースヒットで8対1、さらに上皇が今日3安打目、これもタイムリーツーベースヒット2点が入って10対1、さらには代打の益子ピッチャー返しセンターに抜けていくタイムリーヒット、これで11対1、さらにはこのイニング2度目の打席になりましたルーキーの育成ルーキーのレンがレフトへのタイムリーヒット12対1ということになりました。一挙7点を取ったという6回の表のベイスターズです。
7回の表、いよいよファイターズでのデビュー戦を迎えました山本匠です。この山本投手は荒木さんどうご覧になりましたか？まだストレートというのは本来のものというところには行ってなかったかなという感じですね、はい。ちょっとこう力みが入ってコントロールミスというのが出てましたけども、今日こうやって1試合目を終えたので明日から非常に楽しみになってきますよね、はい。ランナーは出しましたが0点に抑えたという山本匠のファイターズデビュー戦でした。そして9回の裏ファイターズ最後はベテランの16年目田中健二郎の前に三者凡退、12対1で大敗を喫してしまったというこの熊谷でのゲームになりました。